言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。朝起きたばっかりでラジオ配信で失礼しておりますけれども、やりましたね、オリコンダウンロード1位の速報が入りました。 BE:FIRST80s のコラボ曲ハッシュハッシュで、そちら含めてアメリカのビルボードのとあるチャートで9位に入りました。 BE:FIRST としては初のチャート入りでございまして、こちら 80s の影響力もありつつで非常に素晴らしいことだと思います。あのハッシュハッシュもね、人気急上昇中の音楽で結構長い間1位にいることができまして、私たちとしても頑張りましたけれども、 80s のファンタムの方からも急上昇1位だったりとか、そういったものとかを経験できてありがとうございますみたいな、そういうファンダムの方のね、大手の方の方でありまして、なんかね、結構私たちもね、大手アカウントのといいます大手のアーティストの 80s およびエイテニーさんと共同戦線というところがありまして、正直頑張らなきゃなっていうところがあってね、そういう感じでやっていたものがありましたが、なんとかこの感じにはなりました。よかったです。あとは今日水曜日ですから、ビルボードジャパンの方のね、総合の1位、2位、3位、まあ1位取れるかどうかっていうところですね。実際のところどうなっていくか分かりませんが、はい、という感じです。じゃあね、もろもろ見ていこうかなって思います。で、順番的に実はまあサムネ書いてあると思うんですが、 BE:FIRST 80s の話もそうで、実はね、スカイハイと親交のあるとあるラッパーがすごいぞっていうのがあって、日本人すごいぞっていうのが実はあるんですよ。多分ね、これ別の動画で語ってはいたんですが、ちゃんとこれを語るっていうのをやっぱり あえてと言いますか、ここで語っておくのが意味があるなって思いました。つまり BE:FIRST80s のコラボの話で、このラッパーもね、コラボなんですよ。アメリカの有名なラッパーとのコラボですね。はい、っていう感じなんですけど、それでこのチャートっていう部分で面白いことになっております。まずオリコンの方ですね、日本のね、今日の4時に、7月10日4時にニュースが出ております。 BE:FIRST80s コラボ曲ハッシュハッシュデジタルシングル初登場1位ということでございます。はい、まあダウンロードコンテンツということでね、1位取りました。7月10日発表の最新オリコン週間デジタルランキングでハッシュハッシュ初登場1位を獲得した。初週の週間ダウンロード数は 27,466 ダウンロードだった。で、2位が YOASOBI のアンデッド 18,199 ダウンロードですね。で、3位に中島健人さんと北谷達也さんのね、コラボといいますか、一緒にやった曲、そうか、外国ではないけどここもコラボなんですね。しかし面白いですね、中島健人さんと北谷達也さんで、うん、まあそうですね、2人ともね、 BE:FIRST とも番組に一緒に出たこともありますしね。はい、中島健人さんはね、グループ所属してた時にリュウちゃんにセクシーサンキューやってくれたこともありましたし、北谷達也さんはあれですよね、紅白の事前番組とかで一緒にBE:FIRST と出たりなんか、そういうとこもありましてっていうところでしたね。はい、中島健人さんに関してはとても優しい人でね、今回の動画とは関係はありませんが、ナンバーアイの平野くんが前の事務所を辞めた時にもメッセージをくれたというか、インスタで上げてくれたって話を聞いております。はい、そういうことですね。で、今回のオリコン週間デジタルシングルランキングはトップ3すべてが初登場作品となったということでございます。はい、まずはダウンロードおめでとうございますという形で、それから LINE ミュージックだったりとかの方でも1位を、デイリー1位とかを取って、しかもウィークリー1位を取ったというところがありました。今回そのストリーミングに関していろいろと結構面白いのか何なのか、少し集計のそれがね、結構物議を醸していたところがあって、でも実際この LINE ミュージックで1位週間1位を取ったっていうところがありましたんで、これがどうなっていくかっていうところではありますね。まあ、もろもろありましたし、私も動画出しましたが、まあ何かしらあったとしても、それでこうね、みんな火がついたっていうところはあった気がいたします。結局何が正しいかっていうのは分かりませんが、推し活はね、まあコメントとかでもいただきますが、私も分かってはいるんですけど、どうしてもね、
伝わりづらいところもあったりはするけれども、まあ今後とも試行錯誤してトライアンドエラー繰り返してね、やっていくつもりですよ。はい。まあ自分の言いたいことを言っていくっていうスタイルなもんでね、ここに関してはブレないでいきたいと思っています。その上でね、自分の言うべきことっていうのもあって、そう、言いたいことは今日言っておくであるけど、言うべきでないことは言わないっていうのもその中に含まれますからね、そこについても今後ともね、いろいろと精進していくつもりでございます。はい、ありがとうございますまだ終わってないけど、はい。というわけでデジタルシングルランキング1位の話をさせていただきました。でですね、さらにビルボードといいますか、アメリカのビルボードの方ですね、グローバルミュージックチャートっていうアカウントと、それからジェフ・ベンジャミンというビルボードとか、まあ、ニューヨークタイムズとかローリングストーンとかフォーブスなどに投稿コラムを寄せているジェフ・ベンジャミンというライターの、アメリカなのかな、ライターの人が、BE:FIRST と 80s のコラボ楽曲について書いておりまして、それについての反応もたくさん出ております。まずこちらの方の話ですけど、コングラチュレーションズっていう形でおめでとうございますっていう形ですが、今週ビルボードのワールドデジタルソングセールスチャートで8週8週が第9位にランクインした BE:FIRST と 80s、 おめでとうございます。 BE:FIRST がチャート入りするのは今回が初ということで、ジェフ・ベンジャミンさんの方から来ております。でこの方 のポストにリンクも貼ってあるんで、ワールドデジタルソングスセールズの方貼ってあるので、そちらの方もね、見ると分かりやすいかなって気はしますけどもね。でグローバルミュージックチャートの方ですが、こちらも、まあ、K-POP、J-POP って書いてあって、まあ基本は K-POP を主に扱っている感じなのかな。でもチャートの中でいろいろと書いてありますが、まあ9位に、8週8週があるっていうところがあるんですよ。でですね、これがなかなか面白いなと思ったのが実はもう一個あって、まあタイトルサムネイルに書きましたね。実は9位に BE:FIRST と 80s が入ったことだけじゃなく、2位ですね、こちらの2位にマムシっていう楽曲が入ってます。マムシって思うじゃないですか、日本語じゃんって思ってね。これね、メーガン・ザ・スタリオンというアメリカのフィメールラッパー、女性ラッパーですけどね、一度サマーソニックで見ております。ワンオクロックの前に出てきて、むちゃくちゃすごいステージをやっておりました。はい、結構セクシー系の女性ラッパーですね。で、実はこのメーガン・ザ・スタリオンが日本のアニメファンだったりもするんで、その時もセーラームーンの格好をしていたりとかしていたんですけど、まあ、まあ普通には言ってるけど面白い話だよねアメリカの人気ラッパー、女性ラッパーがね、セーラームーンの格好してライブするから、はい、まあ、それはね、2022年の話か。で、千葉勇気というね、ラッパー、コウという名前でもやってましたし、最近だとチーム友達をね、チーム友達、俺たち何へ、チーム友達っていうあれを出しましたが、で、いろんな人とそのチーム友達でコラボをしていて、我らが社長スカイハイともコラボをしておりました。スカイハイのラジオにもゲストで来ておりましたし、前から交流があるって話をしてましたね。で、この千葉勇気がメーガン・ザ・スタリオンとコラボをして、で、今回2位に入ったと。実はだから今回日本人ね、 BE:FIRST と千葉勇気で2グループというか2アーティスト入ってますね。すごい話です。千葉勇気はね、本当にまあしばらく音楽をやってなかったというかだったんですけど、もう出てみればチーム友達もそうだし、メーガンとのコラボもこのあれですよ、日本人実はすごい人いるんだぜってところは実はありまして、また復活してくれて非常に嬉しいですね。トラップとかその辺をむしろ日本人に広めてった部分っていうのもあった気がするので、なんていうか、やはりこう日本のヒップホップシーンにこの人がいないと多分今のこのシーンにはなっていないっていうぐらいで考えていいんじゃないかなって気がします。クレバーとかと同じぐらいな感じというか、時代がまた違いますがね、やっぱり大きく影響を与えた人ですよ。あとちょっと手前味噌ですけど、勇気千葉っていう風な感じで、当然だけどそういう風にラップの中でも勇気千葉って言ってますけど、これがね、何がいいかっていうと、外国人にこの千葉っていう名前がすごくね、馴染みがあるんですよね。まあ、サニー千葉ですよ。まあつまり千葉真一さんのですね、はい、向こうではサニー千葉なので、なんていうか、
そうだから侍と言いますか空手と言いますか向こうでも、まあ、結局知られている日本人としてはサニー千葉がいて、ユウキ千葉もいいですね。本名なんだと思うんですけど、偶然なんでしょうけどすごくいいですね。だからね、ユウキ千葉、ユウキ千葉もね言いやすいしね、外国人にとってもそういうところもあると思います。なんかいや略され方もね結構違ったりするし、ビーファーストも向こうだとビーフって略されてるそうでね、ビーフって言うとちょっと美味しそうにも聞こえるけど、ただヒップホップ界隈の人がするとビーフだとねちょっと揉め事みたいな感じの意味合いにもなるんだけど、まあそういう意味合いでは言ってないんですがね、まあそういうことでございます。まあどう略されるかっていうところで、覚えやすい名前でもビーファーストもビーフって略されやすいってことは覚えやすいってことですよね。発音もしやすいしね、そういうことなんじゃないか。馴染みがある名前で出るといいっすよね。はい、ということでね、いろいろと語ってまいりました。まあね、とにかくオリコンデジタルソングで1位をまずね今回取りまして、 YOASOBI の、 アンデッドが2位でね、ここもねどんな感じになるか分からず、アンデッドも追い上げてきていたのも知っていたのでね、はい。でそれからアメリカのビルボードのチャートの方ね、一つのチャート、ワールドデジタルソングセールスチャートですね。もちろんメインのチャートっていうことじゃないんですけど、こちら9位にランクインしましたし、まあ、そこは素晴らしいと思います。で今回そのね、もちろん 80s と BE:FIRST もそうだし、メーガン・ザ・スタリオンと千葉勇気もそうだし、まあこれは偶然見つけたけど、中島健人さんと北谷達也さんもそうだけど、こうコラボっていう形のものがねチャートの上の方にいてて、とても面白いなって思います。うん、そういう時代なのかもしれないし、しかもなんていうかね、 80s BE:FIRST は韓国の人と日本の人、うん、で日本の人だってね。で、メーガン・ザ・スタリオンと千葉勇気はアメリカ人とだし、まあ、そういうのもあって、どんどん垣根を越えて、壁も越えて、国境も越えているなっていうね、そういうところを感じますね。はい、ということでございます。まあ、ビルボードの総合チャートに、週間チャートについても、今日中に出るはずなんで、どうなっていくかですね。でも本当に、いい感じでやってると思いますし、なんかいろいろ勉強にもなりましたね、今回ね。やっぱりこうサイヤ人じゃないけど戦いの中で成長するってところは私たちもあると思うし、今後もねいろいろと成長していければいいなと思っています。いろいろありましてもね、成長すればそれでいいのかなって気がしますよ。でその上で今後のいろんなことをね考えていけばいいのかなって気がします。まあ楽しく応援するっていうことと、愛と感謝とリスペクトっていうところは大事にしていくっていうところは、もう何度でも何度でもね、何十回でも何百回でも言い聞かせていくといいのかもしれませんね。はい、ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。私グランパンパース現在登録者数3万人を目指しております。もともとはねこだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP、ボーイズグループ中心ですが、J-POP を世界にっていうことで、それを標榜してやっております。で、その時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで。そうした時に登録者数が多い方が、やっぱ説得力があって、皆さん来やすいというところもあるので、なので、自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていうふうに決めました。はい。2万人達成して3万人目指しています。で登録に関してなんですけれども、登録していただいても、もちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除される時も私などに通知は来ませんので、安心していただければと思います。で登録をしても変なサイトに誘導されたりとかそういうことは一切ございませんので、安心して登録していただければと思います。でもし一度登録したけど解除したんだけど、また登録してやろうかなって思った方は、もしよかったらまたお願いできればと思っています。はい、でもう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろね、コンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますように、モチベーションアップとしてやっていきますんで、よろしければお願いいたします。それでは失礼します。